ユーミンのでウーカみたいな。え、どうですか、うん、今ちょっと更新したけど何が壊れてるんですかね。なんか、あ、動いたって。あ、よかった、元に戻りました。よかった、私のとこ戻ってきて。そう、おかえり、初めての髪型確かにね。そう、見てみんな一緒、お団子してるんだ。でも、ゆうか、あのコジリンのお団子一目見たとき、ちっちゃすぎてびっくりした。いや、思った。一言目、ちっちゃでしたね。思った。ちっちゃすぎてびっくりした。ないだけで一生懸命、このここにこういうの立ててもらったんで、この立ってるから、あ、お団子してるんやなと思ってんけど、立ってる割にお団子の実ちっちゃすぎてびっくりした。そうなんだ。え、嬉しい。ゆうか、今食べたいなと思ってて。やろ、伝わってたの、それが。すごい、さすが。おお、すごい、こりんちゃん選ぶものまで分かってる。だって、うちらカップルだもん。だもん。まあ、嫉妬するなって。な嫉妬するなって。いる、キュウいる、うん、いらない、はい、大丈夫です。あ、美味しい。言ってた。応援ありがとうございました。フルーツ食べてます。ゆきつーさんが持ってきてくれました。そうなんです。だからいっぱいハッピーちゃんしました。はい、ハッピーちゃんしました。知ってるかな、みんな調べてみてください。うまっ、おいしい。みなたん、早く寝んねんで。はい、ちゃんと靴下入れんのよ。洗濯機の中入れんのよ。椅子に置かない。おいしい。うん、ヘメル。うん、うん、やっぱ冷やした方がうまいですね。ケンジさん、タワーありがとうございます。本当に思うんですけど、うん、メンバーの差し入れってセンスよくないですか。うん、やっぱ分かってるじゃないですか。2階公園のお昼に何が食べたいか。フルーツ一択。私が提案して、さすがです。なるほど、だから私褒めてます。私がでも買ってきてくれたゆきつんさん。ませんあれはそう。めっちゃ今日素直でびっくりした。素直。ゆきつんさんめっちゃ話しました。もう深い話までしましたな。足りひんかったな、うん、だって私あれやで、あのオールアップかエンジンまで、うん、あと30分もなかったもん。そうやんな、うん、ゆうかも気づいて急いでメイクしに行ったもん、ね、もう普通に楽屋で喋りすぎてメンバーの一人かと思ったってスタッフさんたちに言われてたよ。うん、あとオレンジの服着てた。うん、出てた。意識高い。お疲れ様でした。ありがとうございました。まっちゃん、ありがとうございます。昼公演でウーカに釣られました。チュロータですやって。メロメロビーム。それで釣られたの。めっちゃ腰痛い。なんで腰痛い。めっちゃおもろい。まずでも。素人だからできますよ。多分。え、ちょ、やめてよ。メロメロビーム。違う。メロメロビーム。やめて。メロメロビーム。最低。ゆうかのファンを横取りしようとしてくる。めっちゃ面白い。メロメロビームで釣られたんや。うちらもいけるな。いける。やめて。やばい。ダメダメ。あの。くださいはもうメロメロビームしか言いません。確かにいいな、それ。やめて、みんなあんなに笑ってきたくせに使うんかい。ありえへんみたいな言ってたの。正直めっちゃおもろかったです。いや、おもろかった。よかった。メロメロビーム。だってメロメロにしてくださいって言われたから。そうですね、それしか出てけへんかった。そう、あ、でも恥ずかしかった。でも本当にわかります。わかる。釣ってって、そう、釣ってってね、
嬉しいの。でもそう言って言ってもらえる存在になれてるの嬉しい、そう嬉しいね。だからできひん自分にもかつくね。ごめん本当に。そう私も今のうちに、ねうん、先に言っとく。マジでほんまにごめん。本当にごめん。だってエランさん2位やし、しかもそうなんです、ね。やろうと思ったらできひんくなっちゃうね。なんか、かるいややば。わかる本当に。これ何のセットなの？この日のあれは。分からへん。なんかイベントやってんの？ね、これ何の？あのプリンセスと。なんかティアラつけたワンちゃん。お、まっちゃんファントムさんありがとうございます。うん、ほら結婚式みたいな。お前かわいい。お前や結婚式なんかな。なんなんだろこれ。かわいいプリンセス。プリンセスおひ、なんかお城っぽいよな。ですよね。シンデレラ仕様ですって。なんで、シンデレラ。あ、エガちゃん、おまれさんありがとうございます。今日のお昼公演にゆうちゃんからの爆裂で釣られました。メラメラビームメロメロビーム、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 メロメロビーム。真ん中に来ると、はい、まあ、真ん中、ああ、一人ゲットだぜ。力強い、強いわ。疲れた。え、本当だ、シンデレラだ、かぼちゃだ、かぼちゃの馬車。じゃあ、うちのあれやで、0時までも帰らないと。あ、そうだそうだ、ほんとだ。ゆうたろくん、ありがとう。魔法が溶けちゃう。溶けちゃうよ。溶けちゃう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 。今日面白く、面白くなかった？MC？ MC とかなの？出来事ですか？うん、え、ゆうちゃんのさ、ねえてっけ、理解されないこだわりみたいな、うん、結局聞かへんかったけど、うん、あ、何やったん？こだわり何でした？知りたい。こじりん何やったっけ？かりん？かりん言ってない。そう、 MC 仕切りだったんで言っときましょうか。ちなみに、うんうん、聞いた。かりん、誰にも理解してもらえないこだわりは爪の切り方なんですよ。あ、爪の切り方、はい、爪、結構こだわりが強くて、いつも綺麗やな。なんかこう切るの嫌なんですね、うん、結構みんなこうザクザクって切るじゃないですか。私もあとこう丸く切ったりするじゃないですか、うんうん、そうじゃなくて、聞いてな、こう爪がこう、じゃあこれが爪だと思ってこれ爪、あ、おい、ちょっと指みたいな感じ。おーい。じゃあまずこう切って、うん、こう切って三角形に切るんですよ、で、このとんがった部分を丸めると、うん、綺麗なこういう長爪に見えるっていう。そうなんや。ここあ、だから これこうみたいな感じこれをヤスリで削る。なるほどね。お前ら待て、おい先輩やぞなあ、そうなんや、そんなことありやねん。ちょっとこだわりを持ってこう爪を描いている。なるほど、大切にしていただいています。あ、確かに爪めっちゃ綺麗な。うん、めっちゃ爪切れ。次私のやつ聞く？聞きたい？ちょっとまあ聞きたいんやろ。お腹いっぱいですよね。聞きたいから言ったんやろ。あ、食べやん。なんで？じゃあ食べて今。遠慮の塊。遠慮の塊。じゃあいただきます。他の話題募集します。いただきます。他の話題募集します。こだわりじゃない。私のこだわりが聞かないの？聞かずに次の話題。次の募集してました今のところ。あ、とてもジューシーで美味しい。ほらもう優しい。メロメロビーム。メロメロビーム。メロメロビーム。はい、ほんでこだわりは上書きせなキースマイル。聞いてないですかこだわり？こだわり？聞いてない。私から言ってんの。聞いてきます。聞いた。でもいいかな。なんか公演でもいっぱい言ってたし。共感してたから。めっちゃ共感してましたよ。そうやね。バリ共感したもんね。めっちゃおもろかったですけど。ちょっとな、あの裏でも MC の打ち合わせしてんねんけど、うん、あのなんかマジで MC してる感じでさ、うん、めっちゃ長くなったもんね。そう、でも公演始まるから早く終わってって言われて、そうそう言われちゃいました。普通に MC 始まってた、うん、楽しすぎて、ね、2人がいつも盛り上げてるから盛り上げたと突っ込んじゃうし、ボケちゃうし、ね、ね、本番でやったらいいのにな。本番ないんです。本番でもやってたよ、ちゃんとやってた、やってた、確かに。ゴミ捨ててくれ。ゆうちゃんってほんまこういうのすってやってくれるよな。そう、ね、ご飯屋さんとか行ってもね、絶対サラダとか、あの取り分けてくれるよな。焼肉も絶対あのトング持つ人で。いやだ、そんな褒めないで。それぐらいやんな、でも。おい十分やろうが
気持ちよかった。すごい。もう気持ちよかったのに。気持ちよかったのにね。ほんまに。急に落とされた。ねえ、私顔赤い。何の報告やねん。喋ることなかったから、自分の新幹線で爆笑してしまった。電車のやばいな。そっか、みんな帰ってるところやもんな。ね、帰ってますもんね。本当に笑かそう、笑かそう、いっぱい笑かそう。ってなろ。確かに。ってなってほしい。なんだろう。なんかでもそうやって、ね、考えたら面白い、ね。そうやって考えたらあかんねん。そっか。自然と生まれるもんだから笑いって。そうだね。トークイベントしてほしい。だってしたいですよね、うん、N でトークイベントしたい、普通に。コシリンってトークイベントしたい。めっちゃしたい。大好きなんです、喋んの。いつも、うん、伝わってる。あの大阪人じゃないけど一番大阪人並みに喋る。そうそう、これめっちゃ言われる最近。めっちゃおしゃべり好きやもんな。さんなんキュンマートの時も言ってたし、ダンサブルでも言ってたし、言ってた、 N でも言ってるな。言ってたよな。いいことや。大好きなんです。だから公園内で、うん、もちろん踊るのも好きなんだけど、うん、ユニット終わってからの MC めっちゃ楽しみにしてます。あー、わかる。楽しい、 N の MC。よし、上書きした。うわぁ、私やってたのに。別に真ん中ばっかじゃなくていいやん、もう。まあ、そんな隙をついてやったら、やって、あれ。珍しい。珍しく喋られないでした。いやいや、もう、今日2回公演したんですよ、私たちは。そうなんです、もうアドレナリンが。やばい、もう体が。うん、こうやってやったらめちゃ見て、こうやってやったらめちゃ顔長く見える。もよ。もよ。もよ。下まで行かなあかんね。もよ。かりんちゃん。あごー。かりんちゃんわかりやすい。あごー。あごー。あごー。ゆうちゃんごめんね。うーちゃんよろしく。は？何？こんにちは。メロメロ。そしてこちらへようこそ。あ、こちらへ。絶対あかん。いいんだよ。いいんだよ。気づきますよね、でも。え、推し変したなとか気づきますよね。わかるな。公園とかでね。わかるな、ね。そういう時どうしてんの？知らんふり。わかる。でもカリもそっち派です。知らんふりというか、あ、そっち行ったんやって感じ。え、なんかちょっと気まずそうな顔するんですよ、目合ったら。だから合わせない方がいいんかなって。え、分かる。お見送りの時とかに、ね、なんかこっちのファンやったりした人が違うの、うんうんうん、違う人の持ってたら、うん、どう反応していいんか分からんかなっちゃう。あーって言うけど、なんかそんなやらなくていいのにな。僕は別に君なんて一度もみたいな顔をしてくれるから。ない。私思うねん、うん、そうやってするんやったら、うん、教えなんてしなくていいやんって思うね。でも魅力的な子を見つけちゃって、だからこの子だったんだって。そのかりんと出会うのはその子に出会うためだったんだ。なるほどね。やったらさ、なんかいい思い出として。だからね、かりんはね、どちらかというとありがとうって言ってほしい。かりんも言いたい。確かに。今までありがとう、さよならって。なんか主戦ドラマみたい。切ない。でもね、もどかしいんですよ。あ、何も言わずにな。今までこんなに押されてみたいな関係性やったのに、ニコニコ喋ってくれてたのに、それはもう目も合わせてくれない。確かに、それやって悲しいもん。悲しい、めちゃくちゃ悲しい。だからそれってきっぱり言ってほしい、はい、もう最後に一言言ってもらえればもう、うん、OK。 だからもうなんかその推しは増やしていこう。だから推し変じゃなくて推しは増やしていこうなって言ってもらった。なるほどね。嬉しい、それは嬉しい。推し増しはいいでしょ。だって私の優先順位が変わらなかったらね、うん、一番であればいいけど。一番であれば、一番であれば。いや別になんかそれは任せます。あ、自由にしてってこと。一番がいい、もちろん、うん、
だってみんな一番がいいですよね絶対。うん。ゆうちゃん明日絶対そう、うん、言わん目がまじない。言うかな分からへん。その一番がいい。ありがとうみんな。うん、単押し切り、さすが。そう、坂田の妹がくじり押しになったんですって。そうなん。コチリンってさ、メンバーのその妹とかに好かれるようなお姉ちゃんとか。さっきね、さえさんの弟さんにもね、指名って言っていただいてたんですよ。何がいい。あと、なぎささんのお兄ちゃん。あー、マジで。そうなんです、もう私モテモテなんです誰か私のことつけないといないんですか。なんかあんまりその内側の方の方がついていただいて。でも一応和田家に押されてるから。あー、和田、和田ね。おーおーおーおい、いや、好きよ、和田、和田好き、和田好き、和田好きだ、めちゃくちゃ好き。ごめん、もう感謝されてるでしょ、きっと和田家から。うん、そうやね。そうですよ、そうですよ、ね、そうやね、うん、じゃなかったら押してないよな。最近ウークが可愛いって知り合いのゆうちゃん推しの子が言ってはったやって。修羅場だ。なんてなんて。ゆうちゃん推しの人がゆうかが可愛いって。どの人。やばい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 。そういうの気安く言っちゃダメですよ、気をつけてくださいね。誰。やばいぞ。はいはいはい。あ、やばいやばい。誰ですか。やばいやばい。いいよ、だって可愛いもん、NAB みんな、ね、うん、ね、ありがとう。しょうがない、可愛いからいいね。別にいいよ、別にいいんだよ。それで後悔しや。後悔しいよ。待って、言うか来たら後悔するよ。違う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 、私と離れて、うん、あーね、そうそう、自分のことをね、ずっと応援してたらよかったねってね。うん、私の妹、うーか惜しいですって。嬉しい。メロメロビーこれ送ってあげてください、妹に。メロメロビー、あなたの妹宛ての、ね、普通にさ、もうさ、別に痛っ、しんどい、ほら、しんどい、うん、じゃあそろそろ終わるか。そうですね、うん、ごめんなさい、今日も行きたかったところなんだけど、見てくれてありがとうございました。ランキング読んで見たいと思います。それでは13位、ほんまれさん、ありがとうございました。12位、イケズさん、ありがとうございます。11位、白玉さん、ありがとうございます。10位、ノーネームさん、ありがとうございます。7位、ユキ、9位、くにぷーさん、ありがとうございます。8位、おはろちゃん。メロメロありがとうございます。7位、チョコちゃん、チョコちゃん、ありがとうございました。6位、まめしばさん、ありがとうございます。5位、トリコ坊主、アットマーク、田中、あ、途中までしか表示されへん、トリコ坊主さん、ありがとうございます。4位、ヒロうかうかましさん、ありがとうございます。3位、ウーカメインの箱推しさん、ありがとうございます。2位、まっちゃんさん、ありがとう。1位、ケンイチアットマークチーム N 推しさん、ありがとうございました。公演来てくれた方もちらほら。9位、ちなっちゃん、8位、ありがとうございます。なるま、じゃあ次は24日ですかね、公演は。5位、しんさん。4位、れいちゃん、れいさん。みんな、いい夢見てください。2位、ところてんさん。週末楽しんでください。おやすみ。